先月三島市内の自宅で妻の首を絞めた沼津市職員の男性に対し裁判所は罰金20万円の略式命令を出しました略式命令を受けたのは沼津市職員の57歳の男性です起訴状によりますと男性職員は先月18日三島市内の自宅で両手で持ったタオルを妻の首に押し付けて圧迫する暴行を加えました 男性は当初、殺人未遂の疑いで逮捕・送検されていましたが沼津区県は暴行罪で略式起訴し沼津簡易裁判所は男性に対し罰金20万円の略式命令を出しました。